は1584年、羽柴秀吉が徳川家康と織田信夫に戦いを挑みます。小牧長久手の戦いの勃発です。確か秀吉が亡き織田信長の意志を継いで天下統一を進めていた最中の戦だよな。秀吉と家康の戦いだなんてワクワクするぜ。ということで今回は小牧長久手の戦いについて解説していきます。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいぜ。というわけで、ゆっくり参る。では早速、小牧長久手の戦いに至った経緯を解説します。1582年に本能寺の変で織田信長が応死します。天下統一を目前に控えた無念の死でした。まさか信頼していた家臣の明智光秀に裏切られるなんて、信長もびっくりしたと思うぜ。本当ね、羽柴秀吉は主君織田信長の死の知らせを聞くやいなや明智光秀を討つことを決めました。光秀はすぐに撃たれてしまうんだよな。その通りよ。そして裏切り者を成敗した羽柴秀吉が織田家家臣の間で権力を強めていくことになります。賤ヶ岳の戦いでライバル柴田勝家を滅ぼした秀吉でしたが、まだ彼には倒さなければならない敵がいました。わかった、家康か。当たりよ。信長の次男信夫が秀吉への反感を強め家康を頼ったことがきっかけで1584年に小牧長久手の戦いが勃発しました。秀吉軍と家康信夫連合軍が戦ったってことだな。秀吉は天下統一を果たしたし、家康は後に江戸幕府を開くことになる。互角の戦いになりそうな気がするぜ。それが軍勢の数で言うと秀吉軍の圧勝でした。秀吉軍10万に対し家康軍はわずか1万、10倍ほどの兵力差があったと言われています。10倍か。これにはさすがの家康も勝てなさそうだな。と普通ならマリサのように思うはずですが、そこはさすがに戦国時代を終わらせて安寧の世を築いただけの家康です。これほどの差があったにもかかわらず家康は秀吉軍を撃退します。まさか。どうやって勝ったんだよ。それは後で詳しく解説するから、ここでは簡単に結論だけ述べるわよ。わかったぜ。正確に言うと、最初は秀吉軍が負け、次は秀吉軍が勝ち、その後の戦いでは家康軍が圧勝して秀吉軍の有力な武将たちを討ち取ります。そこで秀吉も出陣するのですが、その時にはすでに家康は帰った後で、もぬけの殻でした。そういうわけで、小牧、長久手の戦いでは、家康と秀吉は直接戦わなかったのです。拍子抜けしたぜ。しかし、それでどうやって決着をつけたんだ？その後、秀吉は信夫を孤立させる作戦に出ます。秀吉は次々と信夫の支配下にある城を陥落させ、信夫の本拠地の伊勢へと近づいてきます。おお、信長の息子である信夫が秀吉に倒されてしまうのか？しかしそこで秀吉は信夫に講和を提案します。内心では焦っていた信夫は秀吉の申し出に飛びつき、信夫にとって非常に不利な条件だったにもかかわらず、勝手に講和を結んでしまいました。それで家康はどうしたんだ？勝手な行動に起こったんじゃないのか？これで家康も戦いの大義名分を失ってしまったわけですから、三河に帰ります。こうして小牧、長久手の戦いは終了したのでした。思ったよりもあっけないエンドだったぜ。秀吉と家康の二人が戦うだなんて想像しただけでワクワクするのに、そんなあっさりとした終わり方だったとは。最終的には家康が秀吉の臣下になるけれど、結局は家康が豊臣家を滅ぼしてしまうので、この戦いをどちらの勝利と見るかは意見が分かれるところになっています。なるほど、面白いな。それでは、ここからは小牧、長久手の戦いを詳しく見ていきましょう。まずは、信長が亡くなった後に秀吉が権力を手にした経緯をおさらいします。ふむふむ。本能寺の変が起こった時、秀吉はちょうど備中高松城を水攻めにしていた最中でした。しかし信長の死を知るとすぐに講和を結び、畿内へ向かいます。有名な中国大返しだな。ものすごい速さで行軍したと聞いたことがあるぜ。そして秀吉は、山崎の戦いで明智光秀を討ちます。本能寺の変からわずか13日後のことでした。信長という戦国最強の武将を倒したのに、これほど早く討ち取られてしまうとは。こうして裏切り者を成敗した秀吉は、織田家家臣の中で発言力を強めていくことになります。信長が亡くなった後、信長の後継者と、医療の配分を決める会議が行われます。清洲会議のことだな。その通りよ。清洲会議で問題となったのは、三法師の後見人を誰にするかということでした。三法師は信長の息子、信忠の息子であり、信長の孫にあたります。
織田家の家督を継ぐのが三法師ということは決定していましたが、三法師はまだ幼かったため誰かがサポートする必要がありました。ちょっと待ってくれ、私が知ってる話と随分違うぞ。清須会議では信長の後継者を次男の信雄にするか、それとも三男の信孝にするかで揉めたんじゃなかったのか。ええ、それは従来の定説ね。どういうことだ。マリサが言ったように、従来の説では清須会議では信長の後継者を次男の信雄にするか三男の信孝にするかが問題となったと言われていました。その通りだぜ。それで柴田勝家が信孝を推し、秀吉が急に三法師を担ぎ出してきたんじゃなかったのか。信長が生きていた頃には勝家が力を持っていたのに、秀吉がいち早く光秀を討ったことで力関係が逆転し、最終的には賤ヶ岳の戦いで自害に追い込まれてしまうって聞いたことがあるぜ。その話は有名だけど、実は後世の創作ではないかと言われているの。実際には三法師が家督を継ぐことは決定事項で、後見人を信雄と信孝のどちらにするかが問題となったそうです。なるほど、研究が進んで新たな真相が明らかになったんだな。そういうこと。清須会議に参加していたのは羽柴秀吉、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興の4人でしたが、丹羽と池田は秀吉に賛成。こうして秀吉が力を強めていくことになります。ふむふむ。そしてさっきマリサが言っていた通り、1583年には賤ヶ岳の戦いが勃発し、羽柴秀吉が柴田勝家を滅ぼします。この時信長の三男信孝は柴田勝家の味方をして戦ったため、信孝も自害へと追い込まれます。秀吉は強力なライバルを倒し、ついに天下人に名乗りを上げたというわけか。賤ヶ岳の戦いで秀吉が勝利した結果、次男の信雄が安土城に入ることになります。しかし秀吉は信雄を安土城から追い出してしまうのです。自分が織田家の実権を握りたいってことだな。こうして信雄は次第に秀吉への反感を強めていくことになり、家康に助けを求めます。家康か、信雄は本当のうつけ者というイメージがあるが、助けを求める相手は間違えなかったんだな。家康なら秀吉にも太刀打ちできる気がするぜ。信雄が戦の準備をしていることを耳にした秀吉は、信雄の家臣である津川義冬、岡田重隆、浅井長時に近づき調略します。これに激怒した信雄はこの3人を処刑してしまうのです。やることが怖いぜ。よっぽど切れたんだな。そしてこれを知った秀吉も激怒し、挙兵することを決めます。展開早。徳川家康は信雄に合流するため3月13日に清洲城に到着します。家康はすでに雑賀衆や根頃衆、長宗我部元親に根回しをして戦への準備を整えていたのですが、ここで思いがけない事態が起こります。なんと家康の味方につくと思われていた池田恒興が寝返ったのです。池田恒興って信長の父兄弟だよな。信長亡き今、時代は秀吉だと思ったのか。まあわからなくもないぜ。秀吉に寝返った池田恒興は犬山城を陥落させてしまいます。これを知った家康はすぐさま小牧城へ向かいました。走れ家康。しかしその頃森長吉もまた池田に加勢するため戦の準備を始めていたのです。森は16日に羽黒に着陣したのですが、この動きはすぐに家康にバレました。さすが家康、情報が早い。その日の夜のうちに家康は松平家忠、酒井忠次ら5000人の兵を羽黒へ送り込みます。そして翌朝に酒井勢が森勢を攻撃します。突然の奇襲にもかかわらず頑張って立ち向かった森勢でしたが、横から松平の鉄砲隊に攻撃され敗走します。早すぎるぜ。着陣してからあっという間の出来事じゃないか。こうして森勢の脅威を取り除いた家康は秀吉本隊との戦に備えます。そうだった、敵は秀吉だった。家康は3月18日には小牧山城を占拠し、砦や土塁を作り始めました。戦うためには砦も土塁も欠かせないもんな。用意周到だぜ。ようやく3月21日秀吉は大阪城を出発します。27日には犬山に着陣し、秀吉も砦を作り始めます。家康秀吉2人とも砦を作ったのか。両軍ともに砦や土塁作りに盛り上がってしまった結果、双方ともに手を出せなくなってしまいます。図工、戦のための砦作りなのに、それじゃあ本末転倒じゃないか。小競り合いは起こったものの、大規模な戦闘にはならないまま日々が過ぎていきます。2人とも何しにここに来たんだよ。これじゃあ砦職人じゃないか。家康、秀吉ともに相手の出方を伺っていましたが、先に動いたのは秀吉でした。4月4日、池田恒興が秀吉の元を訪れて、三河に攻め込もう、と提案します。三河といえば家康の本拠地だよな。
家康もまさか三河を攻撃されるとは思っていないから、隙をつくことで徳川の戦力を削ごうという魂胆か。秀吉は迷っていましたが、そこへ森長吉がやってきて、羽黒での汚名を注ぎたい、と言います。ああ、羽黒ではあっという間に家康軍に撃退されたもんな。そしてついに秀吉はこの計画を許可し、実行に移されることになるのです。なんだか不安が残るぜ。池田は寝返ったということもあるから、どうしても秀吉に勝ってもらわなきゃ困るだろうし、森には羽黒での屈辱がある。勢いだけで決めた作戦のように思えるが、本当に大丈夫なのか？何はともあれ、4月6日の夜中、別動隊が4隊に分かれて三河へ向けて出発します。第1隊は池田恒興ら5000人、第2隊は森永吉ら3000人、第3隊は堀秀政ら3000人、そして第4隊の橋場秀次ら9000人です。大将は秀次が務めました。総勢2万人ほどか。結構多いな。しかし家康はすぐにこの動きを察知し、榊原康政、大須賀康隆から4500の軍勢を出発させます。またバレたのかよ。秀吉がガバガバなのか、それとも家康がとんでもない情報通なのか。その日の夜には家康も9300の兵を率いて出発、小畑城で軍議を開きます。軍議では、2隊に分かれて橋場軍を挟み撃ちにすることが決まりました。おいおい、早速橋場軍が負けそうだが、大丈夫か？それが意外なことに、戦いが始まった最初のうちは橋場軍の優勢でした。9日未明、池田恒興隊は岩崎城を攻撃します。こうして始まったのが岩崎城の戦いです。岩崎城を守っていた、庭氏重は必死で反撃しますが、3時間の激闘の末、討ち取られてしまいました。おお、家康にバレたのに、この戦いでは橋場軍が勝利を収めたんだな。池田以外の橋場軍は何をしていたんだ？実はこの時、森永吉隊、堀秀政隊、橋場秀次隊は岩崎城の戦いには参加せず、休息をとっていました。しかしもうすでに家康軍はすぐ後ろまで迫っていたのです。戦況が大きく変わる予感がするぜ。橋場秀次隊は白山林で休息をとっていましたが、9日の早朝、家康軍に奇襲されます。家康軍を率いるのは水野忠重、榊原康政らです。さらに庭氏次も参加していました。庭といえば、岩崎城で亡くなったのも同じ名前の武将だったな。家族か？そうよ。庭氏次は、岩崎城で討ち取られた氏重の兄です。ちなみに氏重は享年16という若さで亡くなっています。あまりにも若すぎるぜ、弟の無念を晴らさなければならないな。頑張れ、庭氏次。家康軍の奇襲は大成功し、秀次はなんとか逃げ延びます。この時、秀次は自分の馬さ失う始末で、さらに秀次を逃すために木下一家が多数討ち死にしました。かなり危うい状況だったんだな。森永吉隊、堀秀政隊は無事なのか？秀次隊敗北の知らせを受けた堀秀政隊は、急いで引き返すと檜ヶ根に布陣します。なるほど、家康軍を待ち伏せて撃とうとしたんだな。その通りよ。秀次隊に壊滅的な被害を与えて勢いづいていた家康軍ですが、なんとここでは敗北してしまいます。ここで家康軍は280から500名ほどの死者を出し敗走しました。決着がわからなくなってきたぞ。それで続きはどうなるんだ？夕方頃になり、織田徳川本隊は色金山に着陣しました。秀次隊には勝ち、堀隊に敗北したことを知った家康は、堀隊、池田隊、森隊を分断する作戦に出ます。なるほど、ここで合流されたらまずいということか。池田と森は、堀に援軍要請を出します。しかし拒否されてしまいます。なぜだ？仲間が困ってるんだぞ。堀は、橋場軍が劣勢だと判断したのです。そして撤退します。思い切りが良いというか、なんというか。それで、見捨てられた池田隊と森隊はどうなるんだ？この時池田隊と森隊は岩崎城にいたのですが、家康が向かってきているという知らせを聞き、一度撤退することにします。その頃、家康は富士ヶ根から前山にかけて布陣します。おいおい、家康軍と池田、森隊が鉢合わせしちゃうんじゃないか。戦いが勃発しそうだぜ。その通りよ。池田、森隊は家康軍と向き合う形で布陣します。家康軍は右翼に家康ら3300人、左翼に井伊直政ら3000人と織田信雄ら3000人が着陣しました。対する羽柴軍は右翼に恒興の嫡男池田元助と次男池田輝政ら4000人、左翼には森ら3000人、後方に恒興ら2000人が陣を構えます。おお、ついに両軍が戦うのか。ここまでの流れでは家康軍の方が早く情報を察知してすぐさま行動に移していたが、実戦では五分五分という感じだったな。一体どんな結末になるんだ？マリサの言う通り、
開始当初は実力が拮抗し、なかなか決着がつきませんでした。しかし、前線で戦っていた森が撃たれたのをきっかけに、一気に家康軍が勢いを増してきます。森、羽黒での屈辱を晴らすんじゃなかったのか。森の内死にをきっかけにして、池田、森大佐欲が崩れます。そして池田恒興までも槍で疲れてしまいました。なんだと、池田恒興まで死んでしまったのか。この計画を立てた張本人が亡くなってしまうなんて。実は、池田はこの戦いで勝ったら終わり一刻をもらう予定だったそうです。強烈な死亡フラグが立っていたんだな。そういうことを約束しちゃうからこんなことに。まあ、それは関係ないかもしれないけど、池田元助も討ち死にし、テルマサは戦線離脱します。池田元助、森永義、池田恒興が亡くなり、テルマサは逃げ、あれ、もう橋場軍の有力武将は皆いなくなってしまったんじゃないか。その通りよ。橋場軍は甚大な被害を受け敗北してしまいました。橋場軍の死者は2500人ほどと言われています。それで秀吉はどうしてるんだ。しばらく名前を聞いてないが。白山林で秀次隊が敗北したとの知らせを受けた秀吉は、3万の兵を率いて急いで龍泉寺に向かいました。途中で本多忠勝に行軍を邪魔されながらも、夕方には、家康が小畑城にいる、との情報を耳にします。おお、秀吉も家康の動向をちゃんとつかめたのか。つくづく、戦国時代の戦も情報戦だと思わされるぜ。秀吉は翌朝小畑城を攻撃することにします。よいぞ、その調子だ、ここで巻き返せ。しかし、秀吉が攻撃する前夜に、家康は信夫と共に小畑城を出発し、小牧山城に帰ってしまいました。なんと思い通りにはいかないものだな。秀吉は攻撃を諦め、ひとまず楽田城に退却します。こうして事態は一度落ち着き、戦線は膠着します。おいおい、家康と秀吉は直接戦わなかったのかよ。そうね。陣を引いた秀吉は、どうやって家康を倒すか考えました。そして、まずは信夫を孤立させようとします。ふむふむ。秀吉は、次々と信夫の支配下にあった城を陥落させていきました。特に、1584年6月に起こった上江城の戦いが有名です。一体どんな戦いなんだ？聞いたことないぜ。秀吉が滝川一益と久喜義隆に命じて、尾張の上江城を攻撃させたのです。上江城主は、信夫の家臣、佐久間信江、またの名は正勝でした。滝川は、佐久間が留守の隙をついて攻撃を仕掛けたのです。城主がいなくても、きっと城で留守番をしてた兵たちが戦ってくれるだろう。それが予想外の展開になるのよ。新鋭に留守を任されていた家臣はあろうことか、秀吉側に寝返ってしまうのです。マジかよ。ひどいぜ。どうやらその家臣は、滝川と親戚だったから寝返ってしまったようです。そして滝川を蟹江城に入れてしまいます。これを知った家康と信夫は急いでやってきて、蟹江城を取り戻すために戦います。7月になってようやく信夫は蟹江城を取り戻します。奪還できたんだな。よかったぜ。その後は特に戦いのないまま日々が過ぎていきましたが、10月になると秀吉が伊勢に出陣し、信夫の居城、長島城へと迫っていきます。おお、秀吉軍が優勢になってきたな。このままの勢いで信夫を倒すのか？それが意外なことに、11月になると秀吉は信夫に講和を申し込みます。信夫は伊勢を攻められてヒヤヒヤしていたため、単独で講和を結んでしまいます。家康があんなに助けてくれたのに、相談しなかったのかよ。そうよ。しかも秀吉は、講和の条件として伊賀と伊勢反目の割譲を要求しています。これだけ不利な条件を突きつけられたにもかかわらず、信夫は単独で講和を結んでしまったのです。よっぽど焦っていたんだな。秀吉の強さが伝わってくるぜ。しかし家康はどうするんだ？そもそも家康は、信夫を助けるという大義名分で戦をしていました。それなのに信夫が勝手に講和を結んでしまったので、家康は戦う理由をなくしてしまいます。こうして家康も11月には三河国に帰り、小牧、長久手の戦いの幕が閉じました。秀吉と家康は直接戦わなかったんだな。なんだか、お互いに避けているような感じがするぜ。お互いに相手の強さを分かっていたから、一騎打ちはしたくなかったのかもしれないわね。しかし、実はこの後秀吉はもう一度家康を攻撃しようとしています。そうなのか？家康は、どこの馬の骨とも知れない秀吉に心中することを拒み続けました。1585年11月、家康の重臣である石川数正が秀吉の元へと出奔したことがきっかけとなり、秀吉は再び家康を攻めることを決心します。そもそも数の時点では秀吉の方が勝っているもんな。ここで家康の重臣が自分の元に寝返ったなら、鬼に金棒だぜ。
徳川家の内部事情もわかるだろうし、これなら勝てると秀吉も思ったんだろうな。納得だぜ。しかし、秀吉が家康討伐を決意した矢先に、思いもよらぬ出来事が起こります。天正大地震です。地震？そうよ。近畿から東海、北陸という広い範囲で巨大地震が起こりました。地震の規模は正確には分かっていないそうですが、一説にはマグニチュード8くらいだったとも言われているそうです。マグニチュード8なら、震度7くらいの地震だな。これはかなり大きな被害が出たんじゃないか？その通りよ。しかも地震の被害を受けた地域は、ちょうど秀吉が家康討伐のために必要な地域でした。城は壊れ、武将も死に、秀吉は怖くなって大阪城へと逃げ帰ります。この時代なら耐震工事もしてないだろうし、秀吉が逃げ帰る気持ちもわかるぜ。一方、家康の領地はそこまで大きな被害を受けませんでした。地震のせいで戦どころではなくなった秀吉は、家康討伐を諦め、他の方法で家康を懐柔することにします。お、人たらしの秀吉の本領発揮だな。秀吉は妹の朝日姫を家康の元へと継がせます。さらに母親の大政所を人質として家康の元へ差し出す代わりに、家康に上洛を迫ります。なるほど、秀吉も母親の命を預けるくらいの覚悟だったということか。さすがの家康も一連の秀吉の行動には折れ、ついに上洛、秀吉への心中を誓ったのです。最初からこうすればよかったのに。それじゃあ秀吉のプライドが許さないでしょう。何はともあれ、こうして秀吉は直接対決することなく家康を臣下にすることに成功したのでした。めでたし、めでたしって思ったが、結局その後家康は豊臣家を滅ぼすんだったな。そうね。秀吉は死ぬ間際に家康を枕元に呼んで、息子の秀頼をよろしく頼む、と伝えたそうですが、秀吉が亡くなった後の家康は、そんなことを言われたなんて忘れたかのように振る舞い、最終的には大阪の陣で豊臣家を滅ぼしてしまいます。それを聞くと、この段階で家康を滅ぼした方が良かったんじゃないかと思うし、実際、秀吉は家康を倒すだけの実力を持っていたと思うが、地震という予想外の出来事がこんな結果を導いてしまったんだな。実に興味深いぜ。本当にマリサの言う通りね。というわけで今回は以上になります。最後まで見てくれて、ありがとうございます。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いしますだぜ。それではまたお会いしましょう。